今から鶏つくね、鶏塩つくねを作っていきます。若鶏のミンチですね。胸肉、見た目ももろ胸肉ですね。100g 68円。まあまあの値段ですね。ミンチにする手間考えたら安い方じゃないですかね。168g。で、お皿汚したくないので、ここで混ぜていきますね。で、混ぜるものは、まずニンニク。料理スキルのないじいさんの手料理なんで、きれいにみじん切りにできるとは思わないでください。極力みじん切りっぽくするだけで、本当にみじん切りにはできません。ある程度塊があった方が僕なんかは好きですしね。で、生姜、これはね、皮付きの生を使ってください。やっぱりね、全然チューブ生姜とは香りも、特に香りが違うかな。いい香りを出したければ生の生姜で、まあただ量が多いしね、たくさん使うことになっちゃうから、その辺はちょっと節約的には心配かな。で、これをこの状態で塩で混ぜちゃって、で、これを鶏胸肉のパックにスライドして、で、ここで混ぜちゃう。ここで混ぜ混ぜして、少しでも汚れる皿は少なくしたい。料理研究家の人とか料理人の人はやっぱり人に食べてもらうんで、見ていただくための動画としてすごくきれいに何度もお皿を変えて、で、材料の説明ごとに調味料を別の器に入れて分かるようにされますけど、ご家庭の主婦の方とかね、僕みたいに一人暮らしのおっさん、その数だけ皿洗いせなあかんと思ったらげんなりしません？僕はします。なので、極力こういうパックの中とか鍋、フライパンの中で調理していきます。で、携帯切るのにちょっと手洗いますね。ごめんなさい。片面じっくりと時間をかけて焼いた鶏つくねです。で、ひっくり返してもう片面を焼いて、落とし蓋でも何でもいいので、僕はもう軽くこうやって反射すればいい感じでこうするんですけど、アルミ箔でもいいですのでね。で、もう一度片面からゆっくり焼いていきます。余熱で火を通した鶏つくね、鶏塩つくね、完成しました。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をしてから離脱されてください。お願いします。9月14日、5皿目、5品目、鶏塩つくね、いただきます。あ、おいしい。中に入ってる生姜とニンニクが美味しい。僕は欲張って2つ入れましたけど、1個の方がいいかもしれません。ニンニクやったらニンニク、生姜やったら生姜、どっちかだけにした方が
インパクトが強い気がします。混ざるとね、うまく調和が取れたら最高の料理になるんですけど、おっさんのジジイの自炊料理で、そんな料理研究家の方や調理人のようなもう絶妙なバランスで取れませんやんか。でやっぱり生姜、塩生姜やったら塩生姜、塩ニンニクやったら塩ニンニクの方がこう一本筋が通った美味しさになると思います。俺は好きなんですよ。俺は両方入った方が好きなんですけど、こうして食べてるとやっぱり、一本筋通した方がいいかな。次はまたニンニクやったら塩ニンニク、塩生姜やったら塩生姜だけ入れて試してみます。あと4個食べてる姿なんて面白くないからここで消しますね。ああ、美味しかった。苦しい。実は最初の1品目から満腹感があったんですよね。あの野菜うどんは量が多かった。美味しかったけど量が多かった。その後4品ですからね。最後の一口、まだうまい。ああ、これでまた24時間、ブラックコーヒーとお茶だけ。この一日一回の食事が何よりも楽しみ。おいしい。幸せや。こんだけ苦しいくらい食べて体重どうなるかですね。昨日は全く糖質を取ってないから体重減ったのか、今日のうどんが教えてくれますね。9月14日5品目、5皿目鶏つくね、鶏塩つくね完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。57.1、 体脂肪率 12.6、 体重 56.1、 体脂肪率 12.6、 基礎代謝 1346、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、携帯と T シャツとトランクスの重さ引くから200g 引こう。推定骨量 2.6kg。体重 57.1 やから、56.9kg やな。携帯の重さ入れて。体脂肪率 12.6%。体重 57.1 ということは、1食で 1.8kg。1kg800 食べてんのか。体脂肪率も 9% 増えてんねんな。体重 57.1。よく食べたな。ええ。